はい、どうも皆さんこんにちは、エリックです。ということで今回なんですけども、今回はねドッカンバトルにヒーローズコラボと、まあ、毎年ねこの時期に来てるコラボがあるので、まあ、その価値をね、まあ、ちょこっとだけ引いていこうかなと思います。まあ、ちょっとねホーム画面見てもらえば分かるんですけど、まあ、前回のガチャ動画ねもう死ぬほど爆死してもうやってらんねえよと思ったんですけど、単発で出ちゃいましたねターレス君が一回だけちょっとね逆流ジャークリーのスーパーイシンの行ったんですけど、いやまあ無凍でもまあまあ活躍できましたね。いやマジで強かったですね。はい、ということでホーム画面めちゃめちゃこのクロスオーバー染めで行こうかなと思います。いやね、まあ、ちょっとね、まあ、正直言いますと、まあ、ここで社運をかけると言いますか、全勢力注ぎ込む、今269個あるんですけど石が、いや全勢力注ぎ込むのは正直もったいなすぎるかなと思いますので、まあ、ちょこっと引いてみたいな、そんな感じで行こうかなと思いますね。まあ新キャラなんですけど、まあベジット4が一番欲しくて、このブロリーは弱いらしいんでね、いらないかな別にいらないかな、まあ、これもまあまあ強いらしいんでね、まあ欲しいですかね。あのバーストモードが今んとこまだクリアできないんですよ。スコア6000、スコア5500はクリアできたんですけど、っていうのもあってね、ちょっとまあまあそのね、クリアできない。ゴールデンフリーザー持ってましたね。ただジャネバーは持ってないんですけど、でまあ最後の充電こっち引いてね、ちょっとベジット4のこっちの方、こっちも持ってないんですよ自分なんでね。これもちょっと押し狙いつつ行こうかなっていう感じですかね。まあとりあえずゴッドインス出てくれって感じですね。じゃあ行きますか。いやみんなどんぐらい引くんだろうな。まあそもそもガンスルーって人もいると思うんだけど、いやーちょっとまあ俺みたいにねそのガチャ運ない人からしたらこれは本当に非常に嬉しいガチャなんですけどね。あの確定っていうのはね、まあ、まあこれで終わり、まあ、本当に終わりにしてほしいですけど、いやまあね本当に SS レアが何体出るかによってねもう全然違ってくる。さあトーマ進み、ちょっと怪しいなダブラがダブラヒーローズだっけな、 4-5G だと張り合うぐらい強いらしいんで、ね、結構前の話だと思うんですけど、ちょっとこれ確定枠しかないじゃんこれ、いや初ゲットなんだけどさ、いや違うじゃんそれは。いや嬉しいはずなんだけど、なんで嬉しくないんだろうな本当に初ゲット普通嬉しいんだけどなおお、いや SSK やっぱこれゴッドインス出てくんないとちょっときつい。おちょ俺すかマジでゴッドになってくれ、つつつつきっすりダメ、いやマジか。いやちょっとゴッドになってくれた方が新キャラ、下手な新キャラ出るよりは嬉しい説ありますね。SS レア出なすぎじゃないこれやば、本当に運ないぞ俺。ちょっと待ってくれよ、確定枠しか出ないってやばいでしょ艦長ね。あ変な声出たおおこれは悪くないんじゃないか。結構ねガチで強いっていうか国系ながら結構強いらしいんでね。いやまあ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 、まあまあいいんじゃない。いやどうしよう、あとどんぐらい引こっかな。とりあえずここで10連ぐらいは引こうかなと思ってるんですよ。いやもう10連いっちゃいますか。ちょっと引いてて楽しいってのもあるんですけど、じゃあいっちゃいますか。いやちょっとマジちょっと2体でどうしいな、今1体しか出てないから。天さんは置いてきたになるから、またちょっと待って、マジでいや1で終わりそう。いやくっくっ、ああけど確定枠しか出ない30年ってめちゃめちゃしょっぱいぞマジで。今んとこねロズ出てくれてるんでまあいいですけど、ハゲ率高いな。いやめちゃめちゃ毛根が、あもういっちゃう、髪増えてきた、毛量成功してる。あ増量、毛量、毛量あっちゃうんだっけ、育毛かやばいって。いやー初ゲットだけど初ゲットだけど感すごいな。いやーえどうしよう、ほんと楽しいんだよなこれこれ引いちゃダメなやつだわ、引いたら気持ちよくなっちゃってね、これ抜け出せないっすね。どうしよう、えマジでどうしようこれ。正直やっぱベジットはね欲しい感すごいんですよ。まあ、バトルじゃねえわ、その、そうあれね、あれをクリアしたいんでね、なんだっけレッドゾーンとかクリアしたい。いやクソ悩むめっちゃ悩むこれ3回引くか、こっちを2回引くかですね。2回。いや、行きますか。ちょ、もうこれ、使い果たします。男です。男エリック行きます。やっちゃいます。もうちょっとね、バカな予感するな。いや、これで終わりだね。これで終わりだより、やっぱコットのが嬉しいな、何十倍も。こんなにゴッドインス望んだことないですね。ね、3で終わっちゃうんだよな。やってくれよ。ヒーローズならポンポンなれるでしょ。いやマジハゲ率多いのよ今回のやつは。頭皮が、あーやっぱ死んでる頭皮、あーちょっとやばいってマジで。
ハゲガチャじゃねえかよこれ。スキンヘッドカテゴリーガチャじゃねえかこれ。うわあ、パシャー。よし。これがこれだった。よし。いや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 。いや。もうね、夏フェスもずっと出てないからな、目玉キャラ。やっとだわ。うん、もう撤退ですね、これ。問答無用で。いやー、やっ。まあ、69個あるんで、ちょっとこっちは引くんですけど、いやー、やったー。あの、ほんと、七夕以降ずっと新キャラ出てなかったんでね、もうそういうのも相まって、いやー、めっちゃ嬉しいな、これ。うわー、マジで嬉しいな、うん。とりあえず皆さん、トアにしたらね、ワンチャン出るかもしれないですね。あと、全一生ぶっ破する覚悟があれば、ワンチャン出るかもしれない。どうなんだろう。うん。いやでもよかったわ。ペラリー出なくてよかった。ペラリーじゃないか。ペチリーかな。ペチリー出なくてよかったですね。スリーまで行くこともなんか珍しく多い気がするんですけど、あれなんですよね。ゴッドになってくれない。そろそろね。いや、本当にハゲカチャだな。ハゲカテゴリーガチャかよ、マジで。ちょっと生えてくれ。髪の毛生えて。ちょっと待って、ひどいってこれ。ハゲすぎ。いやー、ブロリーです。あ、ね、でもね、こっちのね、ブロリーはまだね、救いようがあると思うんですよ。おー、いや、もう今んとこね、初ゲットしかないんでね、もう収穫しかありませんね。まあ、今、うん。じゃあ、いきますか、最後。まあ、ダーブラ以外いらないですね、この見た感じ。まあ、別にダーブラに、このダーブラに、どっちのダーブラもですけど、思い出あんまりないんでね。え、待ってか。あ、さ、クリリンとさ、18号で、なんかあったっけ？クリリンだけならあるけどさ、なんかあるっけな。うん、なってくれない。なってくれないか。なバラクね。これさ、あ、出てくれた。やったー。いや、これよ、こういうの待ってた、マジで。うん、本当にそう。でも確定枠だけはしょっぱすぎるからな。うん、タイツマン。いや、こっちはベジット出なかったか。いや、でもね、こいつ、いや、無凸じゃ使えんのかな。無凸じゃ使えるんですかね。いや、でもどうなんだろうな。入手順か。はい、ということで、いや、まあ収穫あったんじゃねえの。でも、あ、タイツマンもしかして持ってない？あ、タイツマン初ゲットですね。あ、タイツマン初ゲットだったか？あ、マジか、全然なんか持ってないのかなと思ってましたね。いや、初ゲットでしたね。うん、じゃあ、今回のメジャーはこんな感じになりましたね。いやー、まあ、とりあえずベジット出てくれたんでね、もう本当にもう、引いてよかったなと思いました。はい、ということでご視聴ありがとうございました。いや、まあ面白かったね。チャンネル登録、コメント、高評価してくれると嬉しいですね。うん、まあ、あれですね。あと、ドッカンバトルのね、まあ、ガチャ動画出してるので、まあ、よかったら、他の動画もね、よかったら見てくれると嬉しいです。ということで、じゃあねー。アリーベデルチ。いや、限界だ。